僕も彼が来てくれたら嬉しいですよ。世界中を驚かせる内容で大谷翔平選手と契約したドジャースですが、実はもう一人、山本由伸選手へのラブコールが話題になっているのをご存知でしょうか。契約金の 97% が後払いとなった大谷選手の移籍劇、全てはドジャースのウィークポイント、投手陣の補強に全力を注ぐためだったとささやかれているんです。もし大谷、山本の2枚看板が実現すれば、戦力だけでなく話題性も青天井であることは言うまでもありませんが、果たしてドジャースのフロント陣はどのような思惑を描いているのでしょうか。型破りな後払い契約。2023年12月10日の早朝、大谷選手のインスタグラムにはロサンゼルスドジャースのロゴとともに新天地がドジャースに決まったことが記されました。契約内容は世界のスポーツ界で史上最高額となる10年総額約1041億円。これには大谷選手のファンを公言している NFL のスーパースター J.J. ワット氏も自身の X で頭が爆発している顔の絵文字を使って驚きを表現。またレッズで17年間プレーしコンオフ FA となったジョイ・ボット選手は店の中で大声で笑ってしまった。知らない人から大丈夫ですかと声をかけられたよと驚いた様子で語っています。しかし一部で心配されているのがドジャースはこれ以上の補強ができないのではないかという問題。これは何を意味しているのかというと、チームの年俸総額が規定額を超えると発生する課徴金、いわゆる贅沢税を支払う恐れがあり、そのためドジャースはこれ以上の補強に意欲を出せないのではないかということ。こうしたチーム事情を解決すべく大谷選手側は契約金の後払いを提案。大谷選手の場合、後払い分を除いた額、例えば年俸4000万から5000万ドルだとすれば、ドジャースは贅沢税を支払わない程度に年俸総額を抑えられるかもしれない。さらに贅沢税の課税対象金額に満たないように浮いた資金を新たな補強に回すこともできるわけです。ドジャースではこれまでもムーキー・ベッツ選手が後払い契約を締結しています。ベッツ選手はレッドソックスに在籍していた2018年に首位打者とシーズン MVP を獲得。その後 FA になる予定だった2020年のシーズン途中にドジャースと12年総額3億6500万ドルという超大型契約を結んています。今回大谷選手は自らドジャース側に配慮する形で後払い契約を申し出たわけですが、その真の狙いは山本選手の獲得にあったとドジャースの地元ロサンゼルスでは連日のようにささやかれているんです。ダブル獲得の現実味。実際のところ山本選手がドジャースに加入する可能性はどれほどあるのでしょうか。山本選手はオリックスに在籍した7シーズンで3年連続でサイ・ヤング賞に値する沢村賞を受賞と実績は十分。メジャーリーグ公式サイトが発表した FA の先発投手トップ10で1位に登場。同サイトではまだメジャーのマウンドに立ったことのない男が2023年のサイ・ヤング賞候補のスネラ、ノラを破ったということは山本が持つ試合の流れを変えてしまう能力を評価しているということだと絶賛しています。そんな山本選手の契約は総額3億ドルにも達すると予想され、 MLB ベースボールネットワークのジョン・ヘイマン記者は山本選手が WBC で大谷選手とチームメイトだったこともあり、ドジャースがさらに山本取りに本腰を入れるのではないかと持論を述べています。さらにベースポーツ専門局ESPN のバスター・オルニー記者によれば、ジャイアンツが現地時間11日にロサンゼルスで交渉したと報じています。山本選手をめぐってはすでにメッツのスティーブ・コーエンオーナー、デビッド・スターンズ編成本部長が極秘に来日して面談、米国内でも再度交渉の席を設けるとされています。さらにメッツと同じくニューヨークに本拠地を置く名門ヤンキースは、ハル・スタインブレナーオーナー、ブライアン・キャッシュマン GM に加え、アーロン・ブーン監督、マット・ブレイク投手コーチがロサンゼルスに出向いて交渉しています。他にもドジャース、レッドソックス、カブス、ブルージェイズなど資金力の潤沢な球団が補強の最優先事項に掲げていると伝えられています。メディアの報道によればヤンキースが本命と言われていますが、大谷選手がドジャースと後払いという型破りな契約を締結したこと、潤沢な資金、
同じ日本人として WBC では共に修羅場をくぐってきたことなどを考慮し、ドジャース入りは決して不可能ではないという見方が大勢を占めています。2人がもたらす経済効果に仰天。勝ち投手は山本、大谷は本塁打を含む猛打賞。こんな夢のような見出しが現実味を帯びています。仮に山本選手がドジャースに加入するとチームに何をもたらすのでしょうか。今季ドジャースのチーム防御率は 4.06 でナショナルリーグ5位。2021年に16勝4敗、防御率 2.47 の素晴らしい成績を残したビューラー選手はトミー・ジョン手術からの復帰シーズンのため不在でした。同じく長い間先発の柱として活躍したカーショー選手は FA に、さらに13勝を挙げたランス・リン選手は7年ぶりにカージナルス復帰が決まっています。先発1、2番手の獲得が急務のドジャースにとって、山本選手は喉から手が出るほど欲しい存在と言えるでしょう。その一方で、すでに加入が決まった大谷選手はドジャースにどのようなメリットをもたらすのでしょうか。今シーズンのドジャース打線は強力で、1番のベッツ選手は打率3割7厘、39本塁打、107打点。2番のフリーマン選手は打率3割3分1厘、29本塁打、102打点。さらに4番マンシー選手が105打点、5番マルティネス選手が103打点を挙げるなど、相手投手からすれば相当な迫力。米国の各メディアは早速来季ドジャースのオーダーを予想しています。スポーツイラストレーテッドやスポーティングニュース、 CBS スポーツなど多くのメディアは大谷選手が2番に入ると予想。これまで2番を打っていたフリーマン選手を3番にすることで、相手先発投手は2018年 MVP のベッツ選手、2021年と2023年 MVP の大谷選手、2020年 MVP のフリーマン選手と、いきなり強打者たちと対峙することになります。また大谷選手がもたらすものは戦力だけでなく、その経済効果も計り知れません。二刀流として異次元の活躍を見せているほか、クリーンなイメージがブランドとして定着しており、企業の看板として多くの広告主からオファーを受けています。日本の野球についていくつかの著作があるロバート・ホワイティング氏は、多くの選手が欲と権利に溺れているように見える業界で、彼は史上最高の野球選手になることだけを考えている純粋主義者、戦う修行僧といった存在だと語っています。米紙フォーブスは、大谷選手のグラウンド外収入は2021年の600万ドルから今季3500万ドルは下らないと報道。グッズやチケット代にも多大な貢献が見込まれ、来季ドジャースにも数百万ドルの収入をもたらすと予想されています。これだけのメリットが見込まれる大谷選手が加入したドジャースは、来季世界一を手にすることができるのでしょうか。ヒリヒリする9月以降を制するのはドジャース。今季ドジャースはシーズン100勝を挙げ、ナショナルリーグ西地区において2位のダイヤモンドバックスに16ゲーム差をつける圧倒的な力を見せつけました。しかしいざプレーオフに入るとその勢いは失速。ワイルドカードで出場したダイヤモンドバックスにスイープされるという大失態を犯し、ファンから失望の声が上がりました。敗戦の責任は主にカーショー選手が打ち込まれたなど、投手陣に矛先が向けられていますが、3試合でわずか6点しか奪えなかった打線にも批判が集まることに。しかし来季からはアメリカンリーグ本塁打王の大谷選手が加入し、打撃成績はこれまでの記録を上回ると期待されています。さらにドジャースではフリーマン選手がダメでもベッツ選手やスミス選手、マンシー選手など強打者がずらり、相手投手は嫌でも大谷選手と勝負せざるを得ないことから、本塁打は必然的に増えると予想されています。今季ドジャースのチーム本塁打は249本で、ブレーブスの307本に次いで2位。31本塁打を放ったマルティネス選手が退団しても、二刀流として本塁打王を獲得し、来季は打者に専念する大谷選手が加入すれば確実に上を目指せるでしょう。エンゼルスでは負担が大きかった分、戦力が充実しているドジャースでは大谷選手にかかる負担も軽くなり、本塁打や打率、打点でも自己最高記録が期待できそうですね。皆さんは大谷選手だけでなく山本選手も加入する新生ドジャースを見たいと思いますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、
チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。